コエ、ライトがどうか、追いかけた、オコエ捕った、スーパーキャッチ、アウトです。ここはさすがオコエ、右中間ライナー性でしたが、オコエすごい出しでした。目に外れているスライダーですね、はい、ショートかレフトか、レフトが出てくる、オコエスライディングキャッチ、右方向の打球、ライトが追いかけていってどうか、取ってますか、取りました、オコエ、という2人です。逆方向、捉えたか、レフトバック、島内バック、声はしませんでした、ファインプレー、島内よく取りました。最後はフェンスに衝突したの、外に構えます、低めの球を打って左中間、島内がどうか、取っているか、取っています。2連敗中が楽天です。レフト線への当たりですが、レフト追っていってファールゾーン、よく取りました、島内、フェンスに、レフト島内、ファールグラウンド、追いつきました、うん、これはセンターへの横ですが、深いところ、また辰巳が追いついている、ストレッチ、なんかマイケル・ジョーダンのイラストみたいですね。だからです、初球を打っていきました、センターが出てきてどうか、取っている、辰巳スーパープレーでした。外側チョコーン、セカンドジャンプ、取れませんでした。さあグラシアルは三塁に行く、バックサード、アウト、ええ、センター突っ込んできて、辰巳通りました。ゲーム途中からセンター自分のリズム、則本センターへ、どうだ、中村翔吾の打球はセンターへ、取った、辰巳が取った、緩い球、内側を越え、センターを越えた、頭上を越えるか、奪った、辰巳ファインプレー、ソン・チャーホンを両手で拍手、センターの打球、これはどうだ、センター